トンネくぐった大黒柱その奥には沼男沼沼やっロー皆さんこんにちはメビンでーすまた日に日にもう手振りが激しいしうるさいそんな感じで今日はこちらオーディオエキストラの AEA7 をレビューしていきたいと思いまーす今日はブルーだね

一応ね、いつも通り右にはあの巻いときましたから。さすがでございます。えー、こちらの発掘シリーズなんとかシリーズがくっついております。あれじゃん。どこでも買えるシリーズ。どこでもは多分買えないですね。え、そうなのどこでも、オーディオエキストラって言うんだってメーカー聞いたことある。ないんですよ。なので、発掘シリーズなんとかシリーズ。へー。この感じどこでもシリーズかと思った。<laughs> 違うんですね。ですね。ね、こちら。 1 0ミリダイナミックドライバーでリモコンとマイクついております。みやびちゃん必須な。で、絡んでおります。大丈夫ですかねはい。リモコンとマイクですね。うん、はい。で、えー、情報はそれしかわかりません。<laughs> 裏に書いてあるのかなえー、高度は1.2メートル。えー、感度は102、えー、デシベル。えー、再生周波数帯域は20から 二万ですかね。振り幅すごい、ねまあ。インピーダンスは21オームですね。はい。そんな感じです。<laughs> <laughs> <laughs> というわけで、えー、ヒリス XO で 3.5mm シングルエンドで、えー、まあブルーだったんで買ってみたんですけどね。うんえー、聞いていきましょう。はい。Apple Music。Apple AAC File で、えー、聞いていきます。<coughs> なんか今日、喉がおかしいんですけど。大丈夫そうえっと、ブラックピンクさんで、ラブシックガールズ。うん、ボリュームいい感じ。おー。お。これは、ボーカルカリッと系だね。あ、でも、空間あって、 いいと思う。はい。ええー、平井大さんです。スタンバイミー、スタンバイユー。うーん。あ、私でもわかるカリカリカリっと系。でもね、嫌な感じしないから、私みたいにこうなんだろう感触系がそんな得意じゃないよって人でも聞けるような。 感じはある。はい。ワニマさんね、ネトムに。うん、バンドいい感じ。なんか、なんだろう、う一曲線にズーンと音が入ってくる感じ。はい。EDM ノートでダンスミュージック。<coughs> <coughs> うん。あー、EDM いいと思う。合う合う。 ちゃんと中古行き域聞いててもうちょっと定域あったらもっとあるんだろうなはい須田将暉さ,さんで間違い探し、うん、うん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  J−POP 基本的に合うなはいホワイトスネークさんでステ i l l of t ああ、ハードロックも、いい感じ。ああ、ギターの音も綺麗だし、細かい音も聞こえると思う。はい。あやせさんで夜撫でる目の。うん、打ち込み系も、バランスはいいし、ぴったりぴったり。はい。サマーウォーカーさんでカルム。<coughs> うん、うんうんうんあー空間いいねあってうんはいアニタ・ベイカーさ <coughs>、うんで夕暮れに組み上位うん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  なんだろうこれに関してなんか特にコメントないな。かもなく、不可もなくって感じ。はい。コールドプレイ BTS でマイユニバース。おお音が前に出てきて、迫力は感じやすい。うん。ボーカルも引っ込まないし。はいはい、感想どうぞ。なんかね、あのー なんだっけ曲によっては、なかもなく深もなくっていうのがよくあるから、ちょっとコメント一瞬悩んだんだけど、その他は、なんか前に出てくるものもあれば、結構バント系とかも良かったし、曲によって本当にマッチ度がグーンと上がるけど、合わないものはグーンとなんか戻るっていう、中華に戻るっていう感じあったから、これも私的には好み選ぶブじゃないかなと思ったけど、音的にはカリッとしてる感じもあるから、そういう音が好きな人にはいいんじゃないかなって感じですかうん。 まあ一応ね、これね。金属使ってるんですね。うん。驚くことに。ね。うん。まあ、そんな感じですか。はい。じゃあ僕のターン、うし質いってきます。えー、ハイ広域はもう、クリッとした攻域で、えー、クリア感もあるんですが、まあ、優しい攻域で刺さることはないです。で、解像度も意外とありました。 で、ミッド中域はもうちょっと乾いたボーカルで、まぁ、あ、ちょっと乾いたボーカルなんで、雅的にはカリです。カリカリ系です。で、前には出てきます。で、オ、OK、ケが若干後ろに下がるんですが、まあ、バランスはまあ普通かなっていう感じですが、厚みはありません。で、ロー低域はフラット系な低域なんですが、量は足りないことはないです。で、アタック感とキレ感はあります。まあ軽快な低域って言った感じでございました。 で、音場音上は上下左右ともに普通です。で、空間はもう全体的に軽快に伸びて広がる空間といった感じでした。まあ、フラット系なちょいカリカリ系サウンドで、フットワークの軽いサウンドで厚みはないです。で、重厚さもないんですが、えー、なぜか効いていて疲れないサウンドという不思議なサウンドになっております。 で、EDM 系はもうこれ無理かなと思ったんですが、意外と楽しめてしまうサウンドなんです、<の>これが。うん、で、クラブ系も同じでした。ホステスいる方じゃないですよ。えー、んで、<laughs> ハードロックとかメタルも厚みはないんですが、エッジ感はあって、それなりに楽しめました。で、R&B やバラードは、まあそこそこの余韻とツヤがあるので、普通ですといった感じでございます。 でまあ、オールジャンル、クラシック覗きます。そこそこの音で楽しめてしまうサウンドに仕上がっているかなという感じでございました。はい。なのでまあ、ウォーム系な人、ドンシャリ系が好きな人、その辺にはおすすめしません。はい。なんですが、まあ、こっからね、みやびの評価がまたガラッと悩むか変わると思うんですけども、うん、まあまあ、発掘シリーズ、まあ、まずね、知らないメーカーだし、うん 見たこともなないのでで、うん、発掘シリーズなんですよ、うん、プラス、うんまあ、うちのレビューはもう本当にね幅広いじゃないですか、うん、まあ最近中華多くて、うん、まあ新しい視聴者さんには「中華専門チャンネルですか?」とコメント聞かれて「<laughs> いやうち国産もヨーロッパ系も全部やってますよ」って言ったら「<laughs> あ新参ですいません」って謝られちゃったんですけど別に怒ってないんで、えー、怒らないんですそういうことでは。価格ですね、はい えー、オーディオエクストラ、AEA7、ブンアマゾンで、799円。え<っ>えー、1000円以下シリーズです。えー、久々の。あ、そういうことはい。まさかの。はい。えー、このクオリティで。はい。パナソニックのあのね、やつにちょっと対抗して、<え>はい。似てる。799円でございます。あら千1000円以下でございます。マジか。みんなそれぞれ1本持っててもいいんじゃないのっていう1000円以下シリーズです。 まさか799円ですやばやばいんですだからその辺では買えないんですけど1,000円以下シリーズハックスシリーズですえやっぱマック買えるじゃんマックマックじゃんこれマックってえマクドナルドあメイクじゃないマックイントッシュかと思ってあそっち君はメイクかマクドになっちゃうそうまあ東京はマクドって言わずにマックですからね で、化粧品もマックですからね。ややこしいんだよね。で、アップルのもマックですからね。ややこしいね。まあ、ややこしいね。えー、というわけで値段で、えー、分かったところで、宮城さちゃんに聞いていきましょう。はい。オーディオエキストラ a e a 7アマゾン o n で799円です。買えますか買えませんか買いまーす いや、値段を聞いたら、ごめん、買うに変わったわ。ね、私でも言うて、これも2、3000円かと思ったもんね。1000円以下にしちゃ、いいよって言った高い、クオ、ね、リティー。びっくりした。だったらすごい。そうなんですこれからマジで2、3000あったら買わなかったよね。やっぱり。うん、いやだったら、これはいらないかなと思ったけど、いや、めっちゃいいじゃん。結構カリッとしてるから、ナオ、うん、とかが、なんか気軽にバッグに入れといて、うん 聞くのにも1,000円以下だしいいんじゃないかなとグランちゃんとか本気で聞くんじゃなくて通勤とかある時にあこれでいいやみたいにちょっとカリッと系を聞くっていうこれはすごいわびっくりしたそうなんです僕もびっくりしました発掘 &1,000 円以下だったんで超チャレンジだったんですけどすごいわドツボにはまるかと思ったんですけど大丈夫でしたね平気だったねこれは本当にすごいと思う でも字はひ、い、ーオオディオエキストラ、A T あ A e A、こちら売りますかか売売りませんか売りまませせん、まあ799円でこれだけの音出したらもう別に緊急用だけじゃなくて普段まあ使ってこれねカリット系なんですけど聞き疲れしないし、うん、クラブ系サウンド EDM もなぜかいけちゃうので、うん、もう全然いいんじゃない,、うん、い目に毛入ったまあそこそこの音で聞かせてくれこういうことやってると思って言っちゃついてんじゃねえ ちょっと我慢してませんね。はい、あとちょっとで終わりますからね。ええ、じゃあここから30分ぐらい俺語りますか。死ぬ <laughs> <laughs> まあ本当799円とは思えない音質で聞かせてくれるんで <laughs> いいかなぁと思いました。はい。というわけでまあこれは特効できるんで気になった人はもう1000円以下なんでポイントでも何でも。でもポイント買いでもいいじゃん。ポイント買いでもいいんで。 で、結構これビルドクオリティね、1000円以下のクオリティじゃないんですよ。プラスチックじゃないんですよ、これ。うんすごいと思う。金属使ってんですよ、これ。で、リモコンついてるし、うん、マイクもついてるんで。まあ、よろしければという感じで、私はドランシュッシュッシュッ。はい、え、しかもマイクさ、今思ったけどさ、これあれじゃんスライド式じゃん。マイクオンオフってことこれなんだろう、このスライド。わかんないけど。 なんかそこまでもちゃんとしてるから本当にね、高いと思うクオリティ。なので本当になんかもう皆さんちょっとでもね、なんかウケる面白そうと思ってお試しでガチャってみてもいいんじゃないかなって思います。そんな感じで今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー